はい、皆さんこんばんは。こんにちは。VTuber のメカニャンコです。この前の動画で、レイヤーとかをアバターにアタッチすると、めちゃめちゃアニメーションの編集が楽になるよっていうことをちょっとご説明しました。でね、これさらにね、ちょっと発展系なんですけど、私、もうすでにこのツール入れてあるんで、もしまだ入れてない、まあ入れてないと思うんですけど、入れてない方は、概要欄に書いてあるアドレスのアニメーションバリデータっていうプロジェクトのリリースのページにある、ユニティパッケージ、一番新しいものをダウンロードして入れてから、確認していただきたいんですけども、これですね。アニメーションバリデータってのがありますんで、これを入れてもらうと、こうね、ヒエラルキーにあるアバターとか、もう何でもいいんだけど、ここでもいいのかな？ここですよ。アニメーションクリップ修正っていうのが表示されるようになります。ね。これが出てれば大丈夫です。実装完了ですね。で、これでね、何がすごいかというと、さっきのこれ、このラスクちゃんこれ、FX レイヤーはめたままになってるんですけど、これ右クリックしてね、アニメーションクリップ修正を押すと、まあ、こんな感じですね。これFX レイヤーにセットされてるアニメーションを全部チェックしてくれます。最強です、これ。ありますかね？もうこの FX レイヤーに入ってるアニメーションを全部チェックして、問題があれば赤字になります。今回はね、もう全部動くようになってるので赤字にならないんですけど、例えば、そうだなぁ。できればやりたくないけど、ちょっと名前を変えてみましょうか。あれ、名前変えてもダメか。位置を突然変えたりしないといけないんだよな。どうすればいいんだろう。この子じゃ、ちょっと怖いので、一回これを複製して。で、これをなんかテストかなんかにして。この子の、例えば、なんか衣装をね、一個適当に上の階層に移動したりします。これでね、アニメーション壊れちゃいます。なので、これはタスク、これテストの、これ、FX レイヤーセットしてあるんで、これ右クリックして、アニメーションクリップ修正を押します。そしたらほら、こんな感じですね。アニメーションファイル、衣装を着せ替えるアニメーションファイルの、これね、セーラードレスっていうやつなんですけど、セーラードレスのアニメーションが壊れてるよと。衣装を着せ替えるアニメーションすべてに、セーラードレスのキーが入ってるので、まあ、こんな感じで壊れてるよって言われるんですけど、これね、全部まとめて修正を押すとね、これね、アニメーション修正されちゃうんですよね。で、この状態だと私が困るので、一回戻しますね。これでもう一回チェックをかけると。あ、そっか。まあ、アニメーション戻っちゃうんだ。だから、こんな感じです。はい。ということで、アニメーションせっかく作ったのに、その後にそのオブジェクトをどっか別の場所に移動しちゃって、アニメーションが壊れちゃったとかっていうのを体験したこともある人もいると思うんですけど、それ以外にもね、ちょっとアニメーションの作り方悪くて、うまく動かないとかいう時に、このアニメーションバリデータで、もう FX レイヤーごと丸ごとチェックして、ね、問題になる分全部修正してくれるっていう機能なので、ぜひね、これめちゃめちゃ便利です。これ紙ツールですんで、一回試してみて、これはやばいと思ったら、以後使っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、手順を簡単にもう一回おさらいすると、FX レイヤーをセットします、アバターに。で、その状態で、そのアバターを右クリックして、アニメーションクリップ修正。これだけですね。そしたらここに全部正常ってなってれば、それはアニメーションはほぼ問題ないので。はい。ということでした。今回も短編ですが、めちゃめちゃ良かったと思いますので、ぜひ、高評価とか、いろんな、チャンネル登録とか、よろしくお願いします。それでは、みかにゃんこでした。またねー。